自民党の長谷川学参院議員イコール、北海道選挙区イコールは15日、中央省庁の職員らに、首にするなどと威圧的な言動をしていた疑いがあるとする毎日新聞の報道について、数年前で、具体的な部分については、確認ができないとした上で、私自身が今まで無自覚の中で、不愉快な思いをされている方がいらっしゃったら、 大変申し訳ないと語った。議員辞職や国会の役職辞任については引き続き頑張って参りたいなどとして否定した。国会内で記者団に語った。また、長谷川氏が3月札幌市職員らが参加する会議で狂っとるよ、僕は打ち切れるよ。などと叱責する音声記録を朝日新聞が報道したことに関しては、 萎縮をするようななきっっかけになったことは誠に反省をするこういう表現がないように努力をしたいと述べた表現方法が時代にそぐわないという認識だどこかにおごりがあったんだと思うとも語った長谷川氏の言動をめぐっては週刊誌が札幌市職員らへのパワハラ疑惑を報じ道が幹部職員に聞き取り調査を実施した 以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。立ち悪すぎるよ、これ一押し育三氏が声に出さずにはいられないほどの憤りを感じ、告発。に第一報が匿名であったにもかかわらず、SNS ではなく直筆の封書で反応があり、長谷川学を特定。賛同様の圧迫、恫喝を訴える事例が続々と報じられたのは、周知の通り。 4こと外の圧力により、関係職員の法外な出張の頻発が、各自治体、各組織の機能不全を招いている事実が確認される。5これらを受けての会見の場では、長谷川は、反省や謝罪ではなく、教弁と自己言語に終始する。責任を取れ、と言っているわけではない。不適格なのだ。次の選挙を待つ、と応用に構えていてはダメ。 大手、地元メディアともに、続報さらなる情報を、お願いしたい。長谷川学参議院議員、数々の不祥事である、パワハラ問題には対して、長谷川参議院議員は、辞職を否定しました。長谷川学参議院議員に対して、数々の不祥事議案に対して反省していますかでは、なかなか参議院議員を辞職を認めない。長谷川学参議院議員、 自ら猛省しているならば、問答無用で自民党を離党して無所属で活動するべきです。長谷川学参議院議員根性があれば、自民党を離党して自らの力で無所属で立候補するべきです。長谷川参議院あなたが決める最終的な判断です。鈴木貴子青年局長は長谷川参議院議員に対して厳しい処分を。 参議院幹事長以下執行部で厳罰処分は妥当と判断して長谷川参議院議員を離党勧告するべきです他の方もコメントされているように国会議員として不適格だと思いますもちろん程度問題ということはあると思いますが長谷川議員のパワハラは旅が過ぎていますパワハラを受けた方たちの証言や録音記録もある中 自民党として、長谷川議員に対して何もせず放っておくということは、自民党は、この程度はパワハラでも何でもなく、国会議員はこれくらいのことを、周りの人にしても許される存在だ、と考えているということですかね。まあ、ここ最近の自民党所属国会議員の方々の言動は、そんな感じですね。昔、高速道路の改修工事が、 よさこい騒乱の時期にあって長谷川議員が開会式に遅れそうになったかなるかで高速道路の工事をストップさせたって話を聞いたことがある関係者の中ではすぐ噂話がいろいろ出回ったけどすぐさまその話題を広めた犯人探しまで始まったらしいだから今回の話もやっぱりかという感じです 議員さんは収入が多いいから勘違いして威張ったり見下ししたたり、りパワハラしたりするんでしょうね。ならば議員さんの地位の見直しと年収を500万位にしてみてはいかがでしょうか議員は公木なのでこのくらいが妥当自民党は到底飲めないと思われますが立憲民主党の議員さんたちはいかがでしょうか長谷川学の悪事はパワハラだけではありません 世界遺産である知床岬に太陽光発電システムを設置するという暴挙を行っておりますパワハラ認定された人で自分が悪いという認識を払拭できる人は皆無です相手を鼓舞するため部署を引き締めるためプロジェクトを成功させるためなんで人のため社会のためにこんなにも尽くしている自分が処分の対象になるそして 社会もこんなパワハラ気質の人を重宝します。リーダーとして任せられます。上司、会社から頼りにされます。これが現実です。一時的に社会的地位が下がるような処分を下されても、司令と復活していきます。何人をそんな人見ています。この方も表面上は謝罪の言葉を述べていますが、考えを改めるのは、 政治家としては民意があるので分かりませんが、肩書きを変えて指令と復活されることでしょう。パワハラのグレーラインを行き来しつつ、この人へ寄せられる声はしっかりしてくれではない。対人で最低限の配慮ができていない議員として不適格だという声が圧倒的で、ならば選択肢は一つしかないのだが、あくまで議員の席にはしがみつくとのこと。この人も 旧安倍派か。悪目立ちを続けるならそれで良いが自民党執行部は今年確実に発生する衆院選に影響しないとでも思っているのかこの長谷川氏も自民党も有権者を舐めすぎだひどいこれだけの問題を起こしてやめないのならもう自民党への投票は一切しない国民にそういう動きが生まれたらいいと思う 所属政党に迷惑がかかるので、これ以上議員ではいられない、と、長谷川学が諦めるまでのムーブメントが生まれてほしいと思う。昔仕事の関係で何人かの国会議員と面談する機会がありその時の印象として、結構なキャリアを積み年齢的にもかなり上のベテラン議員は、挨拶から物腰が柔らかく対応も丁寧で、初対面だったが、 まるで嫌な印象を受けなかった。それに対しまだキャリアが浅く、年齢的にも40代の議員は、最初から何か、威圧的な空気を漂わせており、さらに言葉遣いも、少し棘のある言い回しで。いかにも相手のマウントを取ろうという感じを受け正直、嫌な印象を強く感じたが、実際にその後聞いた地元の評判も、かなりひどかった。やはり、 肩書きを自分の力と勘違いするやからに国会議員という職業は一番不適格だと感じる特に選挙の時は異常なくらい低姿勢でそれこそ簡単に土下座をするようなやからがいるが本当に自分に確固たる自信とプライドがあれば土下座などする必要がなくそれを平気でできるやからは逆にかなり腹黒いと感じるし 実際に過去土下座を見せた議員はろくなものではない。誰か、早く辞めさせてくださいよ。ついでに、岸田も一緒だと国民は喜びます。一方はパワハラで口だけ誤り参議院の座にしがみつく人。もう一方は口だけで誤りもせず総理の座にしがみつく人。同じ大人として二人を見ていると恥ずかしくなってくる。未来を担う。 たくさんの子供たちにほんと恥ずかしいです。あんな大人になっちゃダメと言いましょう。皆さん。